グーグルアースを見ながら解説する言語あるいはこの「多賀牧教句にこたわる書も」も非常に楽しいと思います、えー。私たちはこういう星々を見てあるいは原子の世界よりもっと小さな量子の世界を見て非常に驚いているわけですけれどもそれは。 バイエン先生はこう書いてますね、まあここから大仏こういう全宇宙大仏って言うんですよね大仏よりして三生の万物に至るまでその物々にうつぼつたりこれ中央にいわゆるものに対して残さずという位なり故にうつぼつとして活しこの近隣をたつるもの 物に対してその対なし、母して天をなし、露して地をなすものは筆境地中の天地にして、早々の天、歴々のよう、こういう,こう,いうあの星々が歴々のようですね、こうやって出てきますね、歴々のようというのはあの、こういう月、火星、えー、今いっぱい見つかってますね、土星だとかね、金星、水星、こういうのは歴々のようですね。 今は人工衛星まで開けてますね、宇宙ステーションまである時代です。歴々のよう、大たる無災害、この果てのない宇宙空間を大たる無災害と言っています。大たる無災害に期し、一大結物の地にして、全部地ですよということです。一大結物の地にして、うつぼつたる真のなれる天に優せらる。ゆえに 天大地小と見る目は天地を達観する目にあらずもうこの一言でね一文であの自然科学がどんなに壮大を極めようとどんなに整備を極めようと筆胸それは地中の天地のことですよということなんですよ。うつぼつたる真のなれる天に有せらるその天を忘れていませんかということです。ではこれで終わります。